ここで香料教室を始めて、それで、まあ、その出会いで出来上がった歌があるんですよ。それをやっぱり歌いたいなと思ったんです、ね、やっぱりどんなものもきっかけがないとできないじゃないですか。俺はこの山田公民館で、コーラスをやらせてもらって、とても良かったなって思えるのは、この歌を歌う時と歌ってる時と終わった時なんですよっていうことでね、乳がんの人たちがたくさんいたっていうことが一つのきっかけでした。その乳がんの人たちの励みになる歌をっていうことで作った歌です。おっぱいの歌っていうのを歌ってみたいと思います。私の愛するおっぱい、何か硬いものが切れた。まさか、まさか人事だと思ってたことが、止めどなく溢れてる涙が涙。寝ているだけでも抜け落ちていく髪の毛が湯気まつげ、いつの間にかガムテープがお友達になっちゃったわ。爪だって黒く剥がれ落ちる現実を誰が。白い帽子手袋に涙涙。今言えることは死ぬまで生きること。他から目を出さないでって祈りなの。ひたすら明るく妻として母として必要とされていることを感じながら伝えよう。悲しみの数だけ家族の大切さに気づいたこと伝えよう。涙の強く優しくなれたら